インドネシアクワガタ採集語り第35弾です。アチェテンガの、もうざっとこう北の方のね、アチェの北の方のまあそのねクワガタのちょっと名前はもうちょっとここではね、もう言いません。ちょっとさらっと流しますけどね、一応そこ人のポイントなんでね、でちょっとさらっと流しますけど、で、ガサヤブ入っていって、で、ガサコギをしまし、ヤブコギをしましてガサコギってない、ヤブコギをしましてね、で、あのね、中入どんどん中入っていたんですよね。で、そこね、これ上空から見るとなんちゅうんですかね、周りはねもう畑なんですよね。で、何の畑かもちょっとね伏せときます。で、その畑なんですけど、その一角いてもねそこそこ大きいんですけどね、でその一角だけね、やっぱりね原生、やっぱりいうか原生が残ってるんですよね。でね、やっぱりはここで使いますね。原生林が残ってて、すいません、細かくてね。残ってるんでね、やっぱりね、そこだけね、湿度が高いんですよ。でね、シダ類とかがもういっぱい生えててね。でね、そこ全体がね、保湿がすごくされてる一角でした。まあ、テナガザルも、いるはずです。姿はその時は見えなかったんですけどね、クワガタをね食べた跡がねありましてね、頭とかね、で顎とかが落ちてるんですけどね。で、そこであるものを、取って、で、その時はついてなかったんですけどね、先にスタッフが入って取ってたみたいなんですよ。で、それ以外にですね、ラコダール、まずね、ラコダールがね、いっぱいついてました。ほんでね、誰が気を蹴ったかな、スタッフやったかなと思うんですけどね、まあ、そんなにきつい蹴りじゃないですよ。でね、もう、コーンと蹴っただけでね、上からね、もう大体ラコダールでね、ほとんど枝先とかね、そんなね、芯の幹の太いところにいないんですよ。で、枝先とかいるんでね、その振動でね、ボタ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 ってくるんですよね。ほんで、まあ、雫かラコダールかいうぐらいね、それ言い過ぎですけどね、それぐらい追ってきました。ボタボタボタってきてね、で、下落ちたをね、じゃあ、拾いながらね、もう20匹以上30匹とか追ってるんちゃいますかね。ただもうそんなところなのでね、草木がわーっと生えてるところに落ちたらもう当然それはわからないんですけどね。で、みんなガーッとこう下落ちてわー言ってね、コーン蹴ってパタパタってきてわー言ってね、下向いてそんなピーピーで珍しいもんでもないんですけどね。やっぱりでも天然のね、ラコダールですわ。で、アチェの北の方のね、ラコダールってもうほとんど入らないんでね、日本で。で、まあ、それもあとはね、結構ね、大師のね、長子って言ったらいいんですかね、大きいね、顎のよく伸びたラコダールがいっぱいね、ボトボトボト追ってきました。でね、その時にね、気づいたこともあってね、下って、草、堆積物はそんなないんですよ。やっぱりね、分解が早いので、葉っぱとかもね、折り重なって2本みたいにガーッと束になってるっていう感じではないんですけどね。木の枝落ちてたり、ほんで土が見えてたり、ほんで青い葉っぱがあったりとか、もういろいろですわ。ほんで、例えば枯れ、薄茶色く枯れたような葉っぱとかね。で、もうカンカンに、
焦げ茶色の、まあもう朽ちたような葉っぱとかね、もう分解される手前のもうその黒い葉っぱとかね、もうそんなのがわーっと入り混じってる、まあ土の上にパタパタと落ちるんですよね。でそれを取るんですよね、あのラクダールがねバーンと落ちするとね。そこでね初めてねあの分かるんですけど、あの完全な保護色になるんですよね。あ、なるほどなっていうのがねあるんですよ。でラコダールのメスなんかはね、前鋸配板で、頭のところにもね、オレンジのね斑紋がこうちょ端の方にねちょっとあるんですけどね。あのね、それと上羽の色ね、あの何とも言えん、グリーンでもなし茶色でもなしっていうような何とも言えんあの色がですね、完璧な保護色になりよるんですよ。ほんでね、あのパッと見ただけではねわからないんですよね。ほんでそれに輪かけてね皆さん、まああのそんなにね、あのむちゃくちゃ湿度がねびちょびちょのところにばっかりにいるわけじゃないんですけど、比較的やっぱり湿度のね高いところにいますので、あのね地面が濡れてるとツヤクワガタでしょ。ラコダールのね、あの体の表面がね、あのほんまにテカってるんですよ、ツヤがあるんですよ。その上に保護色なんで、あの下に落ちてる葉っぱとかもね、水滴がついてるとねこうツヤっとしてるんですよ。もうほんまにわからへんのですよ。皆さんそれ想像してみてください。あのね、あ、これぞやっぱり天然なんやな、いうのがね、あの、指摘されれば結構思い、あの、パッとこう頭に浮かぶんですけどね、あの、現地でね、それを何にもなしにこう落ちてきたのさあ拾おうと思った時に、それをね、こう、目の当たりにすると、もう、あ、これ、野生ってすごいんやなーというのがね、僕、まじまじとその時に思いました。あ、こういう進化をしとるんやなーいうのがね、ほんまちょっと感動しました。たくさんおって、まあ、動いとるんで、よくよく見れば、わかるんですけどね。で、足の、大切のね、付け根もちょっとオレンジっぽいでしょ、茶色、薄茶色いかオレンジっぽいよね。ですんでね、そういう一つ一つがね、やっぱ保護色になって、もう僕ほんまに感動しましたね。もういつまで言うねんいう話だけどね、ほんまに感動しました。ラコダール、普通種ですけどね、やっぱり現地で進化してきて、生息環境のこれぞバイオームの一部やなっていうのがね、そんな感じしました。はい。ほんで、まあまあそんなにねラコダールはむちゃ注文が入ってたわけじゃなかったので、まあそれでもね、まあこんだけ落ちてきた店売り分もちょこちょこっと持って帰ろうかなと思って、まあ全部持って帰ってないんですけどね、店売りで5ペアぐらいちゃいましたかね。それでもこれ、もうちょっと少なかったかな。もうほんまに必要最低限しか持って帰らないんで。で、まあまあ、顎のね、よく伸びたね、やつね。まあ僕はちょっと原始犬もね、持って帰るかな、思ってたんですけど。まあ店長がね、こう、入れ物に入れて。で、まあ4、5ペアぐらいやったと思います。はい。で、そこを、まあ、取っても、まあ、じゃあ、出ようかということでね。で、少しね、バックしたのかな？後ろへ下がったのかな？でね、そこの案内してくれたね、地元のね、臨時スタッフがね、そこで、ドローン、手前にちょっとドローンがあったんですけどね。で、そこも非常に湿度が高い状態でした。でね、そこでね、アルキデスがいたんですよね。でね、そのドローンはね、そのスタッフが、臨時のスタッフがね、トラップを作ってました。木の皮をね、またちょっと入れてね。で、いつもそこで撮るのかな、どんなかな、ちょっとわからないですけど、
はい、まあその仕事しとるんでね、じゃあそこで撮ってるのかどうかは分かりませんけど、でそこにね、まあいいことやっぱ入っとるんですよね。それほど大きくなかったんですけどね、トラップの、作ったとこね、でね、下からねちょっとめくるような感じでね、ナタを木入れて、で、下も入れて、ちょうど上の部分だけね残して、こうちょっとめくるような感じの状態で置いとくと、下からあの歩きですかね、こう浮かしてくるとね、そこへこう隠れようなんですよね。でそういうのがないとほとんどやっぱり鳥とか猿にやられますんでね、まあいいやら悪いやらなんですけどね、基本はやっぱり気を傷つけるのはね、僕もあまり、したくはないんですけどね、まあそのスタッフはその、まあ、制御にしとったんでね、まあそれ致し方ないんですけど、そのね、トラップを作ったその上っ側の部分ね、でつながってるんですけど、その部分をね、ガリ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 削りながら、まあ、樹液出しながら削りながらね、でまあそこに隠れてるという感じです。でまあそれもちょっと見せてもらって、で当然自然の裏もあるんですけどね、あまり大きなのは入ってなかったかなと思うんですけどね、でそこも見せてもらって、ということで、まああんまりちっちゃいんでね、まあいいかいう話で、まあ撮影だけしてね、でまあ出ようかな。ほたるね、どこからともなくね、ワンコの声が聞こえるんですね。ワン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 。そういや、さっきから、ガサ山に入る手前からなんかワン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 言うとったな、思ってね。誰の犬かわかりません。わかりませんが、ちっちゃいね、黒いね、これは雑誌やと思いますけどね。一緒についてきとったんですよ。だけどね、臨時のスタッフの犬なのか、その近くで、農業されておられた人の犬なのか、何なのかさっぱり分かりませんけど、まあ飼い犬なんですけどね、案内してくれるんですよ。飼いらしいでしょ。僕ね、撮影しながら、だいたい後ろの方でね、いつも一人はぐれたりするんですけどね、でその犬がね、みんなの行く方向だと言って、また戻ってきてくれるんですよ、そのヤブとかの中でね。で、こちらでドワン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 ってこっちが僕の顔をぶっと見るとね、また向こうへずーっと行くんですよ。先に行ってはる人はね。で僕がね、ちょっと遅れると、またこうワン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 ってなんか様子見に来てくれるんですよ。めっちゃ可愛いでしょ。ほんでね、可愛らしいな思って撫でたろかな思って、何、そうかありがとうな言ってね、手ガッと出すとね、2メーターほど離れるんですよ。ほんで、なんや、なでよう思ってんのに。ほんでね、また、こう、僕は遅れるでしょ。また、こう、戻ってきてくれるんですけど、おいでおいでって言うとね、2メーターぐらい離れる。距離を保ちおるんですよ。警戒しながらも、僕のことを心配してね、こっちやでって、あれも完全に案内してくれてます。はい。で、はぐれたらまたあれで、こっちやで、みんなこっち行ったで、こっちおいでや、みんなこっち行ったで、こっちおいでや、みたいな感じでね、案内してくれて、もうね、可愛らしかったんですけどね、触らせてくれません。ということでね、そうですね、その犬に案内されながら、ほんでね、そこから、出るのもね、ちょっと、みんながね、あまりに先行きすぎてね、僕途中でちょっとわからんようになったんですよ、実は。ほんでね、さすがにね、みんな行って、あまりに遅いんでね、犬もね、ちょっとある程度先行っちゃったんですよね。ほんで僕がちょっと出る方向がね、10分ほどちょっとわからんようになって、ま、GPS 起動してるんで、別に北か東か南か西かそんなわかるんですけどね。でまあ撮影しながらね、あれどっちだったかなと思いながら、まあ適当に歩いていったらね、出たんですけどね。
でそこからまたさらにねちょっとその八尾の奥の方ね、その、ガサヤブのねちょっと右旋回して、大回りしてね、でそれの奥側に行こうとしたんですけどね、あまりに道がなくてちょっと断念しました。スタッフも全員ねちょっとこれはとてもないけどいけないっていう感じのとこやったんで、で、そういう装備もなかったんでね、あの通常のも足だけで、ナイフ持つか持たへんかってそんな程度の装備なんでね、ちょっとあまりに危なかったんで、まあ引き返そうかということで、引き返してきました。でその間もね、ここいうとこでね、あの店長の見せ場があったんですけどね、なかなかこけてくれないとかね、パフォーマンスはしてくれないんでね、面白いね、あの絵がね撮れる箇所がね何箇所もあったんですけどね、なんかそういう時に限って慎重になるんですよね、あいつ。そう。まあまあ、夜分なんかは、あまりにもちょっと危ないんでね、慎重なのはわかるんですけどね。ここは一発ちょっと、アバウトに歩いて、ズデーンと行ってくれへんかな、思うんやけどね。そういうとこだけ慎重になるんですよね。店の中の仕事の時はめちゃアバウトなんですけどね。まあ、それ置いといてですね。ね藪から出てきて、はい、で、一旦ね、その畑の、区画から、出ました。ほんでね、道路挟んで、向かい側が、その臨時のね、スタッフの家でね、でまあもういきなりコーヒーはいただいてたんでね、あともう何て言うんですか、別の、ポイントがあるよって言ってたんで、まあそこへ行こうと思ってて、あのね、その前にですわ、ごめんなさい、前後します。その前にね、まだその畑の区画から出る前にですね、そういやテナガザル見ました。はい、あのね、スタッフちょっと雨が降ってきてて、で、なんかちっちゃい農家さんの作業小屋みたいな、ほんまのちっちゃい、3人入ったらもういっぱいいっぱいいるようなね、そんなちっちゃい屋根の、ところにちょっと雨宿り的に入ってた時に、遠くの方にね、大きな木の枝にね、ちょうど、尻尾をね、長い尻尾を垂らしてね、オスとメスとね、もうラブラブみたいな、もう絵に描いたようなね。いや、これほんまですよ。絵に描いたようなラブラブでね。ほんで、尻尾たらん垂らしてね。後ろからちょっと狙撃したのかな。あいつらが大事なクワガタを食べるのは、みたいなね。そんな風に思ってて。ほんでね、その時に僕レーザーポインター持って行ってたんでね。このレーザーポインターで背中焼いたろうかな。そう、悪いことばっかり考えてたんですけどね。いやいや、まあまあ、そんなことはしてませんけど。で、あれがやっぱり食べるんやな。日本の猿みたいなもね、まあもちろん日本猿はいませんけどね。テナガザルとかなんか種類のなんかいろいろ、僕それわかりませんけどね。たくさんいるんですよ。でね、クワガタやっぱりね、動物性タンパク質を取ろうと思ってるのかどうか知りませんけどね。果物だけ食べときゃいいのにね。クワガタ食べようんですよ、あいつら。でね、めっちゃ貴重なクワガタもね、あいつらにしたらもう全く関係ないじゃないですか。だからね、バクバク食うんですよ。もう、見つけたら、バクバク食うんやけど、貴重な種類に限ってね、逃げ足あんまり早くないんですよ、クワガタ。大概。ほんでね、小さかったらね、まあちょっと隠れるいうこともできるんでしょうけどね。で、まあ個体数がね、やっぱり少ないクワガタってね、特にまあ貴重なんですけどね、まあそういうことで、人間がまあどんどん伐採して、食べ物なくなって、で、せやね、周りはもう畑なんで、例えば猿にしても、木から木へね、こう、
伝っていくいうことはできませんでしょ。ただね、そこだけこう一区画原生林が残ってたんでね、まあどこぞから来たんでしょうね。で、頭上の方行くとね、やっぱりね、そこらで餌探しますよね。そうなってくるとやっぱり少ないんで食べるもん食べようみたいな感じでね、やっぱクワガタのお腹ね、お腹だけねガブガブと食べてでポイしよるんですけどね。な、そんな手長猿もいましたよっていうことでね。あとね、その小屋のところでね、なんか下にね、キノコがね、ポロンと落ちてたんですよ。僕が見たときは、平竹っぽい、舞茸っぽい感じやったんですけどね。グレーのね。まあね、これ、キノコじゃん。で、これ食べたらどうなるとか言うたらね。ボス、いけるあ、やばいな、このキノコやばいな、いけるです。ああ、そうなんや。それ手で触ってもええのみたいな、ね。手で触っとったんですけどね。ただ手で触る。まあ僕らね、そんなに手分厚ないんでね。僕別にそんな何て言うんですか、職人の指みたいなしてないんでね。あれなんですけど。スタッフはね、ちょっと手で触ってた記憶ありますよね。僕、よう触らんでね、木でツンツンとかやってね、遊んでたんですけどね。で、そこから、道路の方にね、戻って、で、歩きですとね、で、ノコギリのね、アッサコイですね。はい。で、それをね、別にそれを取りに行こう言うて取って、行ったんじゃないんですけど、ここにもクワガタ取れるよっていうことでね、それはもうほんまの家の横をちょっと行ったところにもすぐ3メーターぐらいの高さのところにね、気がついてるいうことでね、取りやすいいうことで、でそちらに移動することになりました。でそこでのお話は、36段で、お話したいと思います。はい、今回もご清聴ありがとうございます。